中日ドラ1金丸、2桁勝利ができれば自然と新人王にもつながると思います。勝てるといいね。 HQS を20回ぐらいやれれば可能性あり。おいおい、二刀流宣言とか大物が出てきたな。自演をするという気概。監督が変わったのが最大の補強。中日で10勝したら沢村賞候補やろう。10勝しても10敗する新人はいらない。なんといってもこの3年間の3乗666を見てそれが言えるんだから頼もしい。渾身のガッツポーズ。脱臼しててくさ。そらそうよ。打撃練習頑張って4割打てれば可能性あるで。リザーブの強打未満の打点の野手をどうにかせんとな。シーズン終盤まで防御率0点台なら2桁勝てるぞ。まあ言うのは勝手やさかいに。井上和樹は中日を変えそうな感じするわ。昨日のドラフト見て思った。最多勝が12勝ち、その次が5勝のチームで何を言ってるんだ。あんまり活躍するとすぐメジャー行かれるで。チュニドラ来年優勝確定やね。防御率1点台以下なら負け多くても新人王やろ。勝てるわけないやん。打撃は補強しないのにライマルいなくなるんやろ。どうやって勝つのかわからない。ご視聴ありがとうございました。